はい、スピリット申します。今日もニャンコ大戦争やっていきたいと思います。3日目、4日目だ。ごめんなさい、4日目。で、レアガチャが、ま、結構8周年定期的に変わるみたいなんですけど、このタイミングでね、このチケット使った方がいいよとか、もしあれば教えてもらえると助かります。ちょっとね、どのタイミングで使おうかなって迷って使えずにいる。うん。こっちの普通のノーマルガチャの方はね、引いてもいいと思うんだけど、まあ、合わせてその時に一緒にね、ガチャ引いていきたいと思います。なので、進めていきたいと思います。ということで今日から関西に入ります。私の地元ですね。行きましょう。よいしょよいしょ。はい。ということで、宝塚だね、関西はね。はい。ですね、宝塚、特に見どころもなく終わってしまいそう。うん。なんとなく、スーッとな終わる流れだね。なんか敵のボスみたいなの出てきたり出てこなかったりするんだね。ステージによってやっぱ違うんだね。ということで、まあ、こんな感じで、あ、ペンギンが今更出てきた。あ、2体も出てきた。あ、でも終わっちゃった。ペンギン倒す前に終わっちゃったね。はい、ってわけで次行きましょう。あ、そうだ、その前にパワーアップちょっとしようと思ってたんだ。25万5000。結構溜まってるので、こっちだね。お仕事か研究か、この辺を上げようかなと思ってます。あ、統率もそろそろ上げていくか。一日ね、そんな長いことゲーム触らないので、まあちょっと、まあそこまで必要はないかもしれないけども、こっちだね。あとキャラクターの生成が早くなるよっていうのはこっちか。この辺も合わせて上げていきたいと思います。なんだったらもうレベル10までいっちゃおうか。ね、別に、経験値たくさんあるから、よいしょ。マックスまで上げて、お布施とかもこの辺も、お財布だ、お布施じゃねえや。お布施じゃない。お仕事もがっつり上げてしまいましょう。ということで、こんな感じでやっていきたいと思います。あとはキャラクターをのんびりのんびり上げていこうかなっていう感じですね。さあ、和歌山県。梅干しでしょう。みかんか梅干し。みかんか梅干し。梅干し。当たった。そうだ、上限上げたから、そうね、めっちゃ上がってる。すごいね。一気に上がってるわ、やっぱ。この仕事猫のレベルとか、このお金のマックス、やっぱ早々に上げた方がいいね。全然効率が違うわ。これは、やるべきだね。おお、ペンギンたくさん出てきた。ペンギンめっちゃ出てきたぞ。ただ、調子乗りまくって、かなり私もキャラクター出しまくってるけど、これどうなるんだろう。あ、ペンギン無視して、敵の本拠地先に倒しちゃった。まあ、いっか。さあ、次行きましょう。大阪府、私の完全な地元でございます。最高。大阪府は、さっき宝塚だったし、今度吉本かな？吉本。吉本ではなかったかな。たこ焼きと通天閣だね。なんか羊出てきた。強いのか強いのか。でも、なんかこの白い色のキャラクターってそんな強いイメージはないね。でも、どうなった？あ、全然倒せない倒せない。防御力が高いキャラクター。タンクみたいな形なのか。ただ、ちょっと残念ながら、タンク無視して敵の本拠地だけ叩くっていう、そういうことになっちゃったね。そうか、こういう風にすると早いのか。さあ、京都府。京都府といえば、なんだろうな、京都。お寺。わあ、金閣寺と舞妓さんか。さあ、さっき言ったみたいに、敵さんがいっぱい出てくる前に、本拠地をダダッと叩いてしまえば時間かけずにサクッと終わるんだね。まあなかなかそっちの方が早そうだし、そっちを目指していきましょうということで、もう最初からキャラクターを、強いキャラクターをちょこ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 出して、敵の本拠地を先に叩くような形でやってみよう。赤い豚野郎出てきました。うん。まあなんかそんな気にせず倒せそうな気がするので、あ、でもタンクがいるんだね、今回ね。タンクって結構勝手に決めつけてるけど、多分タンクだと思うんだけどな。あ、でもタンクノックバックするか。大丈夫かな？オッケーオッケーいけるでしょう。あ、でも、こう羊全然死なない。うん。でも、ノックバックしちゃうから、その先に、お城が死んじゃうっていう。さあ、キャラクター。あー、そうだ、ここもね、この半額セール中、いつまでかな、これ。買った方がいいのかな。ちょっとこの辺もね、もし分かったら、このキャラクター、このキャラクターだけは買っといた方がいいよみたいなのあれば、もし教えていただけるとありがたいです。さあ、次行きましょう。京都が終わったから、滋賀？あ、奈良か。そっちに行くんだね。よし。さあ、奈良は、まあ、鹿でしょう。
大仏でした。あ、でも一応セント君乗ってる。セント君乗ってる乗ってる。うん、あのちゃんと目線入りで乗ってるね。著作権は大事にしていますと。赤い豚野郎出てきたね。ちょっと攻め込む前に出てきちゃったからお城叩けないな。赤い豚野郎倒さなきゃ。やっぱ赤い豚野郎にはこの斧だよね。バトル猫、こいつを中心に出していって、その先にそう、このね、なんだっけ、ハンギョジンみたいなやつも入れたから、まあまあ、あ、ていうか赤い豚野郎もう倒れてるわ。さすがだな、早かった。さあ、まああとは問題なく。あ、カバもペンギンもいる。なんかナチュラルに強い敵結構出てきたね。まあまあ、でも本拠地叩けてるから、まあこのまま行けば問題ないでしょう。ね、この猫の大行列すごいよね、この数。ダダダダダダダと本拠地叩く音が全然聞こえてる、聞こえてる、大丈夫大丈夫、いけるいける。さあ、オッケー。あ、経験値が1万超え出したね、すごいな。さあ次は三重県。まだ三重と多分滋賀残ってるけど、統率力やっぱ足りなくなっちゃった、残念。やっぱ統率力上げていかないといけないね。上げていこう、統率力。さあもうパワーアップ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 、統率力レベルマックスということで、よし、じゃあまあ三重県行きましょう。さあということで、このね、いきなり強い敵さん出てきちゃった。どうしようかな。タンクと猫と出しつつの、この辺だね。バトル猫出しつつのでいけるかな。この辺ちょっと多めに出しておいて、基本的にはこの辺のキャラクターで結構ね、耐えれるとは思うんだけどな。で、ちょっとお金貯まってきたら、強いのを1体出して、っていう形でいいよね、多分ね。この辺の50円、100円、200円と、このキャラクターをいっぱい出しつつの、前衛で耐えて、その間に後ろから、このエステ猫で倒すという形で。で、私の好きな肝猫も出しておくと。こんな形かな。で、牛さんも好きなので出しておくと。これは単純に自分が好きなキャラクターを使っていこうというだけだね。OK。まあ、攻め込んできたけど、あ、そう、三重県は、あれだね。松阪牛だ。え？三重県？三重県だよね。三重県。三重県は松阪牛。脂がいいね。食べたいね。行きたいね。大阪から出るなって言われるからね。どうせね。大阪から出ちゃう。怒られちゃうから。まあ、なんか我慢して。我慢して、我慢して。まあね、みんなコロナのワクチンでも出たら、一緒にどっか遊び行きたい。一緒にはおかしいか。遊び行きたい。ゴリラ結構たくさん出てるぞ。大丈夫かこれ。ゴリラ、あ、ゴリラ、一体倒せた、一体倒せた。よかったよかったよかった。ちょっと待って、あの、タンク系がいなくなっちゃう。タンク系いなくなっちゃう。やばい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 。ちょっと油断した油断した。大丈夫？ゴリラ。ゴリラだよ。ゴリラだけど、なんかすっげえことになってる。強い敵。あ、ゴリラな、あ、ゴリラ死んでた。よかったよかった。ちょっと、全然違うとこ見てた。よかったよかった。そろそろあの、味方の強いキャラクター入れてこうか。結構敵さんが強くなってきてるね。オッケーオッケー、でも本拠地叩けた。あー、ゴリラたくさん出てくるとびっくりするな、やっぱ。キャラクター編成で、この超激レア、こいつらを連れていこう。青龍メギドラと、キャットマンダディ、どっちがいいかな。キャットマンダディは、エイリアンと浮いてる敵に超ダメージ。エイリアンってなんだろうね。まあまあまあ、まだ先の話でしょう。こっちは青龍メギドラは、圧倒的な破壊力で敵を攻撃する範囲攻撃だよと、たまに浮いてる敵を吹っ飛ばして攻撃を遅くする。まあ、こっちにしとこうか。範囲攻撃。まあ、両方範囲攻撃だけど。よいしょ。青龍メギドラがインしましたと。さあ、青龍メギドラを連れて、滋賀県入ります。統率力が32も使う。なかなか増えてきたね。行きましょう。滋賀県。滋賀県は近江牛。あ、タヌキか。しがらきのタヌキだね。さあ、敵の数が多いから。あ、赤い豚野郎出てきた。あ、この距離が、この距離短いから赤い豚野郎怖いな。
こんだけ短いとすぐ攻め込まれそうだね。うわ、怖い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 。でも敵の数が多いから、お金がたくさん入っていいね。それはありがたい。よしよしよし、豚野郎。あ、豚野郎ノックバックしただけだ。まだ死んでない、まだ死んでない。そう、この清流メギドラ出したいからね。ちょっと頑張ってお金貯めていこう。よしよし、レベル6、レベル7。で、5000まで行くから、これで、おお、なんだよなんだよなんだよ、でっかいの出てきた。強いのかもしかして。ちょっと待って、タンクで耐えつつの、この辺のね、ちっちゃいキャラクターで耐えつつの、その間に制御メギトラメギトラ、まだかい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 って言ってて、怖くてエステ猫出しちゃった。ちょっとこの距離の短さ怖いね、これ。オッケーオッケーオッケー。まだまだまだ耐えてる、まだ耐えてる、まだ耐えてるけど、キャラの減り方がえげつない。いや、ちょっと、こう、背打ち、あ、背打ち死んじゃった。やっと出せると思ったのに。出しちゃうけど。おー、かっこいい。もうこれこのまま見てたら、うおー、すげえ。かっこいい、かっこいい。いいね、いいね、いいね、いいね。ドーンと。攻撃速度は、エステネコよりも速い感じかな。エステネコよりはちょっと遅いのか。おー。そうだね。エステネコよりはちょっと遅いかな。おー、でもいい。かっこいいよ。かっこいいよ。いいよ。ドーンと。よし、勝ったー。声優メギドラ出せるようになりましたな。経験値も1万余裕で超えるようになってきたね。ガマットと探検隊が解放されました。ガマットとアイテムショップに新商品とクリアボーナスで豆豆にゃんこゲットですと。豆豆にゃんこから見に行こう。豆豆にゃんこ、なんだい、どんなキャラクター。あ、無料だ、無料だよ。はい、仲良しにゃんこが豆の中で楽しく遊ぶ赤い敵のやつだね。で、これさっき実はもうもらっちゃったんですけど、記念猫。これは何をする猫なのか分かんないけど、なんかまあこう、あー、経験値で買うんだと思ってポチッと押してて買っちゃった、動画外で。で、ガマットと、なんだ、ガマットと、ガマバットとだけど、どう、あー、探索探検、あー、1時間3時間6時間どれが効率いいのかって、まあやっぱ6時間とかにしとこうか。これで行ってもらいましょう。あれだね、あの放置系のやつを入れたんだね。うんうんうん、オッケー。で、あと27日でこのプラチナチケットを手に入れなきゃいけない。はい、というわけで関西まで来ました。なかなか日本半分ぐらい終わったのかな。まだまだこっからがやっぱ大変なんだろうね。どん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 難しくなって、この統率力も増えていくだろうとは思いますが、楽しんでやっていくので、ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。というわけでスピルでした。アドバイスとか、まあ、ネタバレ全然構わないのでいただけるとありがたいです。というわけで今日はこの辺で、また次の動画でお会いしましょう。またね。